ハチさん、いつもありがとう。こんばんは。風邪などひかない。で、体調大丈夫。ありがとう。ハチさん、ありがとう。慎吾の放送でいろいろ応援してくれてありがとうね、いつもハチさん。私、子供の見てたよ、ずっと。ありがとう、ハチさん。さっき慎吾が配信しててさ、あるってね、あっち行ったよね、長瀞の方へね。あれね、あれ車だったらね、高砂橋って橋があるんだけど、そこを渡ると法善寺ってお寺があるのよ。そうするとね、しだれ桜がいっぱい咲いてるの、そこへ行けばよかったのにね、慎吾ね。もうさ、息子配信してたのね。そう、自信がなくなったみたい、配信に。今日すごいね、慎吾人気あったよ。あった、たまげたよ。紅茶さん、面白かったです。そうですか、慎吾さんってね、今寝てます、疲れて。なんかさ、お花の方へ歩いてったよね。そうだよね、花ね。いて、私も見てた、ずっと。ねえ。バトルもやったよね、天然さんとね、天然さんと。そうなんだよ、モーさん、そう、モーさん人気が続けばいいねって。そうなんだよ、モーさん、慎吾も自分で言ってるよ、最初だからこうに人気あったんだって。ほんな明日やっててこう毎日は無理だって、俺は自信をなくしたって言ってたよ、ね、紅茶さ、よしえさんの声少し聞こえて笑っちゃったよって。そうでしょ、こっから言ったもんね、聞こえた向こうに、そう、それで外配信やったんだよね、親が受かってで見てるってね。ブーさん、慎吾さん、昼間配信してたね、ほんとね、ずっとやってたね。帰ってきてまたやったね。あるって桜、外配信やってたよね。ね、すごかったね。今日は慎吾すごい人気あったよ。すごかった。ね、すげえなーと思った。あゆあちゃん、今日は良い一日でしたか。そうですね。私ね、慎吾の放送見てた。ずっとね。結構ね、見てたから。良い一日かもね。そうだよ。パーナちゃん、慎吾さん、アイテムたくさん。よかったね。本当だね、パーナちゃんね。ね、自信なくした。もう終わりだ。っていうあれでやってね。すごかったね。よかったよ。あれでね、いくらかでも、ね、お金の返済の足しになるでしょ。よかったね。パーナちゃん、本当に嬉しいよ。ありがとう。ありがとう。ブーさん、三ツ矢サイラー飲んでたね。そうだね。三ツ矢サイラー飲んでたよね。自販機で買ってね。そう、私もずっと見てた。ね。ありがとう。ポーンは、昼間何してたんて。お前が、って。私、慎吾の見てたよ。ずっと見てた。うちでやってる時とお外もね、すまま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 まのうちってね、ずいぶん言いづらいね、言いづらいね、早口言葉だよね、ね、すまままままままものうちってね。よしえさん、オワコンすぎる、笑う、いいのよ、閲覧は。今は私だってナイスじゃないもん。配信奉行さん、いい加減にしてますよ。何がいい加減なの。天草って出たから歌歌いてんだけど、いい、ユース、何ユースダチーコン、ありがとう。パーナちゃん、めった風呂入りやがって笑うって、誰何？おじいだよ。おじいじゃね？給油になってるから。
シンゴじゃねえど、うん、おじいだぞこれ、おかしいなこれ、うん、でさあ、ヨシエさんもシンゴを見てたんですね。そう、ずっと見てたよ、うん、ああ、こっち、あれだよね、桜にしんどいったよね、うん、あるってね、うん、で、でんちゃん、あなたはいつまで同じことをしてるのって、どういうこと、なんだこの人、これあれキラキラかな、うん、栗まんじゅうさん、今日はリスナーちゃん来るといいねって、そうだね、口はっさん違いますけどって、なんか気になるんだけど、給油って書いてある、おじわかってるんかね、お風呂わかるんかね、困ったね、わかんねえじゃね、機械もんは、私じゃなきゃ、私じゃなきゃわかんないんじゃない、ね、ほんとだよ、ゆうちゃん破産した、今日は笑うって、うん、わかるよ、にゅうちゃんありがとう、うん、ありがとうね、しんごさんに応援してくれてね、すごかったもんね、にゅうちゃんありがとう、にゅうちゃんありがとう、破産したって、うん、あ、わかるよ、しんご何給油って何、風呂沸かしたん、沸かしてないし、だって給油ってあったよ、おかしいね、アイテム何投げすぎたってね、モーさん、そうだよ、わかる、あゆわちゃん豪華なパフェだってね、にゅうちゃん慎吾からフォロー来たもんって笑うってね、ありがとうね、にゅうちゃん今日慎吾にね、いろいろありがとう、私見てたからよく知ってるよ、ありがとうね、きょんちゃん、あいはらえらん、怒ってるんだよ。にゅうちゃん、よしえさんも見てたもんねって。うん、見てたよ。うん。すごかった、にゅうちゃん。いろいろありがとうね。ありがとう。うん、今日はあれだもんね。もう帰ってきてるんだよね。うん、仙台だよね、今ね。にゅうちゃんね、うん。お母さん帰ってきたって言ってたもんね。ね、ありがとうね、今日ね。しんごね、ありがとう、にゅうちゃん。ありがとう。もうさ、息子だった。ふろーってね。給油って出たんだけど、おかしいんだよ。普通は出ねえんだよ。ロハスさん、しんごさん。ですよ。呼び捨て、やめなって。いいよ。にゅうちゃん、帰ってきたよ。そうでしょ。うん。ああ。言ってたもんね。仙台にね、そうだね、ありがとうね、にゅうちゃんすごいね、しんごにね、すごかったもんね、ずっと見てたよ、だからね、しんごこっち来た時話したの、帰ってきたよ、そうでしょ、あ、私しんごに話したよ、しんごにゅうちゃんって知ってるでしょって、ね、爆投げしてくれたよねって、あれはあれだよって、いつも私のあの配信出てくれて、19歳だよ、にゅうちゃんは女の子だよって、ほんでね、北海道にお仕事で出張で行ってたんだよって、母ちゃんにいろいろ事情聞いてるから、ほんで実家が仙台でってね、帰るって言ってたもんね、ありがとうね、にゅうちゃん信号ね、ありがとう、ありがとう、にゅうちゃんだって大変だよ、だってコンビニ行ってさ、シンゴにめったら投げてたよ、破産宣告わかるよ、ありがとうね、にゅうちゃんいろいろね、すごかったね、あとコラボやってたもんね、天然さんとね、シンゴ勝ったもんね、ね、ありがとう、なんで給油にしたんだろう、あの子ちょっと頭おかしくなったかな、ねねちゃん、前にしんごさんの枠で桜のトンネル見たような記録ある、そう、車で行ったもんね、あの子ね、そうだよ、あそこに今日ね、歩きで行ってた、あの子、歩きでね、あのうちでね配信してたんだけど、
私がお勝手で見てて、よっさんがお勝手で見てるから外配信するってこと言った。あ、そうだよね、ね、ずっと見てた私もね。パルちゃんの枠から、パルちゃんは12時頃始まるんだっけ。パルちゃんの枠も見てるしさ、いろんな人の枠見てるよ、ね、今日行ってきたみたい。桜のトンネルあるのよね、両方からこうに咲いてるからこうなってるのね。そこ道通るのよね、車じゃ通れるんかしら、車通れるんかな、ね、レオですって、お見てたんだって。そうレオちゃん出てくれてたよ、慎吾にね。慎吾あんたお風呂おかしくね、給油にしてしたで、さっき押すとこ違ったんじゃないの。給油っていうのはお風呂が沸いちゃうんだね。今 お花がすごいもんね、土佐水木も咲いてるしさ、うち、あとはあ、なんだっけ、クリスマスローズがすごいよ、いっぱい増えた、いっぱい増えたよ、あれ増えるんだね、あとはね、ヒマラヤン、ヒマラヤンなんとかつんがの、なんだっけ、ヒマラヤンなんとかってピンクの可愛い花が咲く。そういっぱいうち植わってるからさ、ああまだ植木は来ねえんだけどさ、13日とかって言ってるけど本当に13日来るんかな。おじい休みでいねえけど困ったな。明日明後日っておじい休みだよ、あれ明日明後日あれ火水だよね、木曜も休みだよね。ああ何、コンビニ飯が始まりました。だって慎吾配信始めたよ、ねねちゃんそうだってね、ほんとね、リアルキューピーちゃん、ってねねちゃん、って今ね上からね、あの信号が出てきたよ。コンビニ飯食べる配信が始まりましたって、プーさんアイドリング信号だって、ベリサさんちなみさん信号に、1、10、100、1000万4万5千投げましたよ、わら大ごとだって、ちなみさんが4万5千投げた信号に、ほんと、キョンキョンって、リアルキューピーちゃん来たって、フラン先生今慎吾さん見てきたらお弁当食べてましたよ、そうなの、モーさん高い雪ってね、そう、ビール飲んだの持ってきたんじゃない、ね、リアルキューピーちゃん配信では稼げないってぼやいてたけど、今日はいけいけやんって、そう稼げねえって言ってた、俺はもうダメだって今日やったらすごいよ、すごかったよ、すごかった、にゅーちゃんもすごい投げてくれた、すごいよ、破産宣告した、にゅーちゃんね3回ぐらい行ったよコンビニに、すごかった、ね、レオちゃんも、すごかったよ、ジェイさんもね、みんなね、見てたから私、明日大雨心配だねって、そうだね、パーナちゃんしっかり支払いに使ってほしいね、そうだよね、支払い使わないとダメだよね、そうだね、贅沢してたんじゃダメだよね、クリマンジュさん慎吾はキュウリ食べてたってボリボリ音が心地よいって、そうポニーテーラーよしえちゃん、あらってねねちゃん支払いだよね、無駄遣いしないでね、本当だよね、ポニーテーラーちゃん、慎吾さん開始9分でハート花火な、何よ、見えなかった、ベリサちゃん分かんなかった、
きょんちゃん、リアルキューピーちゃん、やっぱりみんな自分の生活があるからね、余裕ある人はいいけど、本当だよね、キューピーちゃん。よくわかる。私もその気持ちよくわかるよ。もうさー、高雪、ポニテラー、ヨシエちゃん、なんかおかしいな。はいはらーって、クリマンジューさん、ビール買って、腹減ったー買って。もうさーん、腹減ったーって。ポニーテーラーよしえちゃん。口開けて、ポカーンとしてるって。パーナちゃん、様子が変だよ。永田さん、ウケるってね。うん、あ、腹減ったの？うまい。何を食ったの？何も食わねえか。もう終わりだって。パン食って。うん、ね、ねねちゃんがさごそーってね、もうさ、歯がないってね、歯がない。ね、そうだね。しんごそんなに食べてんだ、1700円も。リアルキューピーちゃん、気をつけてねって、おじいさんってそう。あいはら、たまとテレビ見ながら。ビール飲んでるべーって思う。ねえ。きょんちゃん、家族から無視されてるよってね。酒飲んで酔っ払うと、金配るか、話、電話しまくる。本当だよ。うん、今宵も酒がうまいって、あいはら。酔いと負けさん。おじい早く寝ないとってね。ね。リアルキューピーちゃん。気楽でじいさんってね。羨ましいって。本当だよね、キューピーちゃんね。気楽だよね。うん、本当だよ。私もそう思う。うん、ねねちゃん、早く寝てほしいね。相原さんって。本当だよね。寝たかい。手が腫れてるんだよ、ここ。すごいよ。自転車でふっくり言った。こないだ頭さ、ここ縫ったでしょ。血が出て。こんな自転車でふっくり言って。手腫れてんだよ、ここ。待つおうよ。早く寝てほしい。ね、いつも、大変だーってね。だから言ったん、栗まんじゅうさん。手見せたからさ、こんなことしてたら、バイキン入ったら大変だよって。明日火曜日だから、水曜になるとお医者さん休みだから、明日行った方がいいよって言っといた。うん、そう、すごい晴れてるよ。うん、2日3日、ラーメンほっといて、飯入れて、酸っぱいなんて言ってるんだって。そうだよ。うん、そうだよ。ラーメンのつゆにご飯チンしてさ、ご飯無駄にしちゃった、一つ。バカじじ、うん。ああ、リアルキューピーちゃん。人の家で酒飲んで、じゃんじゃんカードを使って、勝ち組じいさんだって。そうだよね。本当だよ。うん、そう。ね、うん、そうだよ。私なんてさ、贅沢してねえよ。うん、酒なんか飲まねえよ。鬼兵やハンカチョウなんか見ねえよ。ね、うん、そうだよ。ねねちゃん、それだけで済めばいいけど、今度何やらかすか、怖いよ。おい、本当だよ。うん、本当、うん。楽天カード15万だよ。うん、違う。ポニーテーラーちゃん、16万5千。うん、16万5千だよ。うん、それだけでね。うん、16万5千。その他、あれでしょ。うん、あれなんだっけ、ほら生協でしょ、ね、あとデイサービスのお金、うん、あとは、うん、健康保険税ね、私全部だよ、うん、みんな新聞代とかね、全部、あとお風呂の石油、うん、すごいよ、私全部払ってね、私は雑誌なんて見ねえよ、うん、買ってる
るんだって。買ってるよ、いっぱい積んであるよ。だから読んだのは片付けてって言ってる。ゴミと同じだからって、うん、置いたら読み返すんだって。うちはねえんだよね。私もそんなに使ってみたいね。そうだね、栗まんじゅうさん。私何も買ってねえよ。何もなきゃ餅2つ食べてさ、うん、そうだよ、贅沢しないよね。ボニーテーラー、よしえちゃん、何も使ってるんだろうってね。そうだからね、多分ね、いろんなこう服か、なんつうの、ジャンバーとかさ、靴下買ってんじゃないかな。多分いろんなのが買ってあるよ。うん、多分ね、コメリに売ってるって言ってたから、うん、そう。あ、ベリサちゃん、あれ、ねねちゃん、相原さんの買い物レシートもらおうよって。そう、レシートくれないよ全然。もうさ、ポイントそのままってね。うん、ポイントつくとね、赤薬局で買える、いろんなもんが。そう、赤薬局が一軒買えるね。電気料とか水道とか全部さ、楽天でやってるから、うん、ポイントで買えるね。うん、そういう点はいいね。うん、そう。でもさ、ね、引かれると、その何、引かれるとこは郵便局だから。郵便局が少なくなったら、入れなくちゃな、そこへ。入れとかなくちゃ生活できないよ。そうだよね。うん、郵便局は引かれるばっかりだから。そうだよ。ね。楽天ね。うん、あ、そうだよね。あ、埼玉信用組合は年金が入るけど。年金も少ねえよ。残高すごい少ねえ。うん、うんとあったんだけどさ、うん、ね、うちのせがれに取られちゃった。あ、かわいそうでしょ。ね、せがれバカ野郎ね。ほんと、うん、親孝行しないとダメだよね。かなちゃん、夜の、あ、何、生活聞きたい。夜の生活って何なんべ、変な意味。え、私夜配信やってる。うん、かなちゃん、うん、私いろいろあるけど、夜の生活にもね、うん、私、うちはみんなバラバラ。ご飯はね、うん、ご飯はみんなバラバラ、うん、自分だけ食べればいい。慎吾は外食、おじいも外食してくることがある、うん、だから誰のも作るせやない、自分のを作ればいい。そういう点は楽だよね。栗まんじゅうさん、定期ありがとう。夜の生活ってどういう意味かな。ホニテラーよしえちゃん、笑うってね。リアルキューピーちゃん、なんだっぺな、笑うってね。うん、ね、私夜の生活は配信だよ。うん、あ、今日は9時からか、うん、普通8時半ごろやる時もあるし、9時ごろもある。ほうとね、いや、あの2時ごろまで見てるんだよ、違う人の。よっさんがいればよっさんのを見る、うん、ね、いろいろ見るよ、うん、やっぱりね、うん、あ、いろんな配信好きなんだ。もう起きるとテレビ見ないから、もう起きてさ、ここへ来て誰がやってるなってポーンってやって見てる、うん、昼間の生活も夜の生活も配信見てるよ、うん、これが楽しみだ。テレビは見ねえ、うん、急になんだろうね、笑うって。そうだね、ポニーテーラーよしえちゃん、しんごさんがふわっちやっとる、必ずよしえさんが見てるの好きよ、笑うって。そうだよね、見てるよ、自分の子だからね。